スズメバチが追いかけられた時はチャンスがアップします。そんなこと言うてる場合かっていう記事を見てしまった。何のチャンス？え、蜂に追いかけられるというのはチャンスが上がってくるということです。何のチャンスかは書いてないんだよ。クモくんかっこいい。このクモくんって書いてあって、ね、今までよっぽど攻撃したのかなって感じだよね。してないのに。面白いね。あ、というわけで湯河原のこの海いいね。あ、超腹減ってきた。さすがに。まあしょうがないね。蜂はさすがに。お、百鳥虫がいる。かわいい。にょんにょんにょん。ふぅ。奨学金の返済を苦に自殺者だ。結構いるらしい。これも自殺したいわ。嘘だけど。そこまでじゃないけど。でも借金して学校行ってるって自覚してないからそうなるんだ。まあね。暑。回避。とりあえずもう上がっちゃうか。もう半分は行ったからな。奨学金俺も借りてる身だから。あと何 ?4 年か5年ぐらいか。車に置いておく用のもう一個のさっきのさ、キャリーバッグ買っちゃおうかなって思うんだけど。どうぞ。いいと思うよ。車を持ってるだけだとさ、扱いづらいじゃん。昨日みたいな感じとかだったら。うん。スズメバチで説明することなんだ。もうありそうだな、ショックで。アナキシなんとかほか。いや、多分ここまで来ると蜂いないんじゃねえかな。まあ満身はできないけど。いてててて。ちょっとさ、砂利落とさんでてどうしよう。ごめんごめん。こっからちょっと急になるからね。あ、景色？もういいや。あ、涼しくなってきた急に。やった。ご褒美出た、ご褒美。牧山様のご褒美。ありがとう。カチって音してた？いや、もうわかんない。でもそんな聞こえたことすんの？わからん。香水などの強い匂いには気をつけてちょ。香水つけてたでしょう。なんとか無臭消したよ。ああ、わかんないけどね。え、そんなに来るか。さあ。9月10月が一番危険だって。6月ですか。怖いね。いろいろ今調べながら言ってるけど。あー、へ出た。
なんだこれ、なんかぴょんぴょん飛んでる虫がいる。なんだろうこれは。あなたは何ですか。ごめんね、通るね。面白いね、そういうこと。ごめんね、人間が通るよ。何もしません、何もしません。110番はい。スズメバチ。いける？よ。綺麗が。まあ今日はしょうがないね、あんなハプニングは。前後、必要、必要とはしつこい。というわけで、やっと読めた。その字がずっと悩んでた。前後必要に、必要ってあのなんか難しい字なんだけど。しつこいぐらいってこと？そうそうそう。あのスズメバチ追っかけてくるんで、気をつけてちょーってもう分かってる。うん。あー涼しい。でもほほう、俺も辛くなってきちゃったよ暑すぎて。ここまでにしとく。俺も辛くなってきちゃった。半分箱してるでしょ。ちょっと待って、腹も減ったしな。どうする、登るなら登るし、やめるならやめるし、ちょっと見、もう下がりたくない。このために下がりたくない。はい、まだあるじゃねえか。半分箱してるか多分。どうする、やめとく。どっちでもいっか、今日ここまでにしとくか。疲れちゃったもん。行ってもいいけど別に。うちはじゃあ行こうか。まだまだ平気。別に本当は。じゃあ行こうか。ゆっくり行けば。うん、腹減ったんだよ。卵今食うじゃん。うん、ちょっと落ち着いたところで食いたい。いい場所だったな。ねえ、まあでもちょっとね、いそうな気配もゼロではなかった。うん、じゃあシレット食っちゃう。ポンチコは別で山頂になったらあげるから。暑いね。よいしょ。このままさ、風通らないから暑いかも。ああ、それはあるかもね。